遅いな。メッセンジャー RNA っていうのはほとんどの生物が持つ細胞にそもそも備わっている機能の一つです。このメッセンジャー RNA をハックしてですね、コントロールしようというのが今回の新型ワクチンのすごいところなんですね。細かいところを抜きに言うとですね、生命の基本原理に介入するテクノロジーであるわけですから、さまざまな問題を同時に解決してしまうパワーがあります。もちろんその裏返しにですね、危険に満ち溢れたテクノロジーでもありますね。メッセンジャー RNA ワクチン、セントラルドグマをハックせよ。新型コロナウイルスワクチンとは、その驚きのメカニズムと有効性について考察をしてみました。今まさに気になるトピックというか、疑問というか、知りたいことというのにはどんなのがあるかと、それを含めて調査したわけなんですが、新型コロナウイルスっていうのは問題が大きいのか小さいのか、もしくはないのか、新型のメッセンジャー RNA ワクチンは大丈夫なのか、打つべきか打たざるべきかとかですね、製薬会社の陰謀は本当にあるのかと、人工的に作られたウイルスだったりしたのかと、そういうふうにいろいろあるというふうに思います。今回はですね、このあたりの疑問をどう捉えてですね、どう行動すればいいのかというのを私考えてみました。そもそもワクチンとは何かというところから話を始めていきたいというふうに思うんですが、ワクチンとはですね、体の免疫を反応させて病原体の攻撃に備えさせる医薬品のことです。私たちの体で働く免疫システムというのは免疫細胞だけではありません。防壁という考え方があるんですが、防壁として時に機械的に、例えばくしゃみとかね、咳とかね、時に科学的に胃酸であるとか汗であるとか唾液であるとかね、時に生物学的に外敵をブロックするシステムですね。一般的なワクチンの定義としてはですね、毒性がなくなった、もしくは弱められた病原体を体内に注入することで抗体を作らせます。それによって対象となる感染症にかかりにくくする効果を持つ薬品を指すんだというふうに思います。ワクチンのメカニズムを解説する前にですね、新型コロナウイルスの感染メカニズムについてお話しします。新型コロナウイルスはですね、外観が太陽の王冠コロナに似ているっていうところから名付けられています。多形性でウイルスの大きさは直径80から220ナノメートルだそうです。1ナノメートルというのは10億分の1メートル程度なんでめちゃくちゃ小さいんですけど、人の細胞のですね、おおよそ165分の1だそうです。髪の毛のおよそ660分の1程度の大きさしかないということですね。多形性というのはそれぞれ個体によって形にばらつきがあるというようなことだというふうに思います。新型コロナウイルスが持つスパイクタンパク質というのを使ってですね、細胞へ付着して細胞内へ侵入をするそうです。このスパイクタンパク質にあるレセプターバインディングドメインという部位に抗体を作らせると特に中和性が高いということが分かっているそうです。なんで中和性とかっていう言い方をするかっていうとですね、ウイルスはウイルス自体に攻撃力があるわけじゃなくて、ウイルス自体が感染して増殖して毒性のような機能を果たすわけですね。したがって私たちの体にある細胞とウイルスがですね、接続できないように接続に使うスパイクタンパク質を無効にするっていうのが抗体の役割なので、毒を中和するという言い方になるみたいですね。こういうのを阻害剤と言ったりしますね。くっつかないように阻害するっていうね、邪魔するやつですね。このスパイクタンパク質に対する免疫反応を起こさせるのが今回の新型コロナウイルス用のワクチンになります。ワクチンにはですね、様々な種類があります。生ワクチン、不活性化ワクチン、組み換えワクチン、ベクターワクチン、メッセンジャー RNA ワクチン、 DNA ワクチン、レプリコワクチン、それぞれですね、全く違ったメカニズムなんですが、生ワクチン以外はですね、原理的には元になった病原体に感染することはありません。実際に問題があるのかないのか一つ一つ観察することはできませんが、もし仮にね、ウイルスに変異が起こって不活性化ワクチンが活性化するなんてことが仮にあったとしても、まず何も起こってないのと同じことになるでしょうね。スケールが全く違うのでピンときにくいんですよね。ウイルス一つ一つはかなり弱小の生物なんです。かなりの量がない限り人間様に影響を与えることは至難の業ですね。新テクノロジーのワクチン、今回ですね、新型コロナウイルス用のワクチンとして開発された中でですね、メッセンジャー RNA ワクチンとレプリコワクチン、ベクターワクチンっていうのが新しいテクノロジーによるワクチンですね。日本に入ってきているファイザー、モデルナのワクチンというのはメッセンジャー RNA ワクチンです。アストラゼネカ、ジョンソン&ジョンソンが出してるやつがベクターワクチンだそうです。メッセンジャー RNA ワクチンのメカニズムというのは今までのワクチンと同じくですね、疑似感染という方法そのものは同じです。しかしですね、病原体となるウイルスを一切使わずに今までとは全く違ったメカニズムによって体に抗体を作らせるのがメッセンジャー RNA ワクチンなんですね。
メッセンジャー RNA というのは、ほとんどの生物が持つ細胞にそもそも備わっている機能の一つです。大抵の生物は体のほとんどをですね、タンパク質っていう複雑な有機化合物で構成してますね。これはですね、私たちの知る機械とか道具と同じようなもんですね。したがって生存している間、そのタンパク質を作り続けてます。これが代謝と呼ばれるもんですね。細胞の中では自身の設計図である DNA にある遺伝情報、4つの塩基の並びを転写用の RNA で読み取ります。そしてその読み取った塩基の並びを持ったままですね、リポソームっていう部分に移動します。このリポソームっていう部分がタンパク質を合成してくれるんですね。なので設計図を運ぶ RNA っていうのはメッセンジャーと呼ばれるわけなんですね。ちなみにですね、一つの細胞の中にはですね、このタンパク質合成工場であるリポソームっていうのは数千から数百万個も存在するそうです。タンパク質合成を行うリポソームと DNA っていうのは直接やり取りしません。おそらく効率の問題でしょうね。一つの DNA に対してとんでもない数のリポソームがあって、それと同じような数のメッセンジャー RNA があって、バラッバラに作った方が合理的ですもんね。とにかくですね、直接 DNA とやり取りしないリポソームからするとですね、メッセンジャー RNA さえあればタンパク質合成を行うことが可能なんですね。なので細胞の中において DNA が仮になくてもですよ、なかったら本当は動かないんでしょうけど、仮になくてもメッセンジャー RNA とリポソームがあればどんどんタンパク質自体を合成できるということなんですね。メッセンジャー RNA ワクチンのメカニズムというのは、まず人工的にメッセンジャー RNA を作り出します。そして体内に注射します。で、細胞に届けます。メッセンジャー RNA っていうのは DNA のように強固ではないので、要するに壊れやすいので、脂肪でできた小さなカプセルに入れてあります。それが細胞に到達すると細胞内に入り込んで、リポソームに目的のタンパク質を合成してもらうわけですね。この合成するタンパク質っていうのが先ほどのコロナウイルスが持つスパイクタンパク質なんですね。細胞内ではですね、このスパイクタンパク質が入り込んだメッセンジャー RNA の数分だけ合成されます。本来メッセンジャー RNA の役割はですね、伝えることなんで、伝え終わるとですね、分解します。分解しなかったらそもそもメッセンジャーとして役に立ちませんということなんですね。そしてワクチンが届いた細胞はですね、作られたスパイクタンパク質を持つ細胞に変容します。要はスパイクが搭載された細胞が作られます。免疫システムから見ればですね、ワクチンが届いた細胞が新型コロナウイルスに見えるわけなんですね。当然免疫システムはその細胞をね、攻撃して破壊するんですね。これは通常ウイルスが感染した細胞も同じ末路をたどります。攻撃した実績を持ってリンパ球が抗体を生産するわけですね。それと同時にそのスパイクタンパク質の特徴っていうのを記録するわけですね。なのでワクチンを打った部分が発熱して痛む。だから痛い、発熱してるっていうことは作業中という感じでしょうかね。この技術の応用範囲は広くて、様々な可能性を秘めてます。まさかね、人類はこんなことまで行うようになるとは、驚きは大きいですね。我々生物のですね、生きたいっていう本能は、自己を守るっていう機能をたまたま持ったものが生き残った結果ですから、そもそも持っていなければならないものでも、神が与えたものでもなく、成り行きの結果でしかありませんから、本来免疫という力を獲得したというのは変な話ではあります。人間のすごいところはですね、成り行きであろうがなかろうが、生きたいという思いに対してですね、高い知能によってそれを強化できる点ですね。人間がね、知恵を発揮せずに獲得できる寿命っていうのはせいぜい30年ぐらいだというふうに言われてます。すでに数万年ぐらい前から人類は最強の哺乳類であったということは間違いありません。しかしですね、目に見えない、すなわち対処しようのない小さな病原菌とかウイルスに対しては長い間全く手立てがなかったわけなんですね。最強であっても無敵ではなかったということなんですね。手立てがなかったと言いましてもですね、体についた病原菌を洗い流すためにお風呂に入ったりとかですね、煙みたいなので虫とか病原菌とかを駆除したりとかですね、植物が持ってる毒性のある成分をうまいこと体に塗ったりとかして、目に見えない対処しようのない小さな敵に対してですね、ある意味防戦してきた歴史がありますね。例えばですね、狼とかクマとかそういう大型の外敵と違ってですね、細菌とかウイルスは小さくて数が多いので、槍みたいなの作って攻撃すればいいという明確な手段がないんですよね。したがって人間はこういった小さな敵に対してですね、予防っていう行動を取るしかありませんね。効果は完全で確実なものではないんですが、おおよそ経験的に効果が期待できる予防という行動を人類は取るようになっていくわけなんですね。予防というのは実は効果てきめんです。外敵に対して相当強力な対抗策になることは間違いないです。
しかしですね、そのモチベーションを得るのが相当に難しいということなんですね。クマが襲ってくるってなればですよ、張り切って準備するでしょう。対してですね、予防っていうのは効果がすぐ実感できるわけでもなくですね、ワンチャン効果がないかもしれねえなみたいな、最悪逆効果だってあり得るなみたいな、そんなことなんですね。クマを倒すことに比べてですね、因果関係が明らかになりにくいんです。未来のことだから効果予測が極めて難しいと言わざるを得ませんね。こういった予防という行動を人間が行っているのはつい最近になってのことです。予防というのは結果に対して見た目上大変コストがかかります。実際には予防によって大きな利益がもたらされていたとしても、そしてそれが分かっていたとしても、そのモチベーションが低いので余計なこととして捉えてしまいます。そういった人間の性質をクリアしてですね、長い目で見て不利益を回避するための予防を行おうというのが公衆衛生観念と呼ばれるものだと思います。数百年前までですね、人間の公衆衛生観念というのは他の清潔な哺乳類と同じか少し毛が生えた程度だったはずです。近代においてはですね、シャワートイレ、抗菌効果、抗ウイルス効果あるもの、防腐剤とか空気清浄機とかですね、急激に小さい敵に対する予防が発達していくわけなんですね。このコロナ禍においてはですね、空間そのものから菌やウイルスを排除するためにアルコールで定期的に除菌を行ったりもし始めましたね。マスクを装着して大声を出さず人同士に一定の距離を保つみたいな、相当コストのかかる行動まで我々人類とやるようになってきたわけなんですね。目に見えるメリットが何もないにもかかわらずですよ、昔の人が今のコロナ禍のこの状況を見たらなんじゃこらですよ。とはいえ、こういった公衆衛生に対する興味関心というのは年々向上していってるんですね。人類の歴史はですね、公衆衛生観念の歴史だと言ってもいいほどだと思います。つい最近までこういった世の中の動きに対してですね、一過性のものだろうと、本来の人間の姿ではないんじゃないかと思ってたんですが、よくよく考えたらですね、人間の本来の姿がこれであったと再認識することができました。自然と共に暮らし、自然と共に生きていく、こういった考え方は当然間違っていませんし、いいことであるというふうに思います。しかしですね、成り行きとはいえですね、人間本来の本分というのは外敵に打ち勝って生き残ることであります。望む望まないに関わらずですね、より強固な武力とですね、より強固な予防を行うように変化していくことになるでしょう。それが人間です。現代人においては自然というのはですね、敵そのものですし、強くなった人間にとってはもはや自然はね、エンターテイメントでしょう。そんな中、人類は新型のコロナウイルスの出現を機にですね、公衆衛生観念をさらにブーストしましたね。おそらく歴代の感染症と比べて相当強度の高い感染予防っていうのを実施しています。都市のロックダウンのような大規模な行動抑制とかですね、マスクとか除菌の徹底とかに至るまでですね、今まででは考えられないほどコストをかけてますね。この原因はですね、新型コロナウイルスを特定できてしまう技術が普及したこととかですね、今の情報化社会において公衆衛生に対する感覚がより鋭敏になったということが挙げられるというふうに思います。まあいろいろと原因があるとは思いますが、我々がたどり着くであろう帰結というのはですね、おおよそあらゆる外敵の排除ですね。住居もトイレも衣服も薬も人間が作るほとんどのものというのは人間が快適に生きるための装備ですね。人間はですね、装備によって人間にとって不快なものを排除するという基本原理に沿って進んでいきますし、おそらくそれによって我々はより満足していきます。極めつけはですね、今回新型コロナウイルス感染症における切り札である新型コロナウイルスワクチンの登場ですね。今まで排除が難しかった小さな敵をですね、選択的に排除する装備を生み出したということなんですね。印象だけ言うと、新型コロナウイルス用のワクチン、代表的なのはメッセンジャー RNA ワクチンなんですが、まさに機械仕掛けのワクチンというふうな印象ですね。これまではですね、自然のものをそのまま利用するのに近いワクチンであったんですが、急激に進化を遂げたような印象を今回受けましたね。例えるならですね、これまでのワクチンがただの靴であるとしたら、メッセンジャー RNA ワクチンとは自動車レベルです。靴は自立して何かを取捨選択してくれるわけではありませんよね。対して自動車っていうのは、周りが暗くなれば勝手にライトつけるし、雨が降れば勝手にワイパー動かします。このようにですね、機械仕掛けというか、電気仕掛けというか、この類のものというのは、様々な問題をですね、広く一度に解決してしまいますよね。そもそもね、ワクチンに意味はあるのかという話をしたいと思います。これについては賛否両論ありますね。人間の営みにおいても、科学技術においても、賛否両論っていうのはデフォルトです。賛否両論の状態を維持するというのが科学の本質であります。
賛否両論だから問題があるというふうに捉えがちなんですが、普通なんですね。先ほども申し上げた通り、予防というのは近くて明確な成功体験を得ることができない側面がありますね。したがって一般的にはリスクとベネフィットを天秤にかけて判断することが求められますね。未来を確実に予測できませんから、より最もらしい情報をもとに合理的な判断を行うしかありません。私はですね、インフルエンザウイルスのワクチンを打っていません。これはね、単に打ったことによるベネフィットがですよ、リスクを上回らないからに他なりませんね。ただでさえですね、効果を体感しにくい、なんだったらね、体感できないと言ってもいいぐらいなんです。もちろんインフルエンザワクチンによって 30% 程度の何らかの予防効果があるということは認めてますし、最もらしいなというふうに思います。シンプルに高いお金を出してさらに時間を作って痛い注射を打ちに行くっていうモチベーションが湧かないっていう、その一点ですね。こういったワクチンの接種っていうのは怖いとか面倒とかベネフィットを感じないという、そういう障壁が極めて高いためにですね、何らかのインセンティブが機能しないと予防するためにワクチンを接種しようということになりませんね。誤解ないように言っておきますが、インフルエンザワクチンについてはですね、天秤にかけて打っていないということですね。その他のですね、風疹であるとか日本脳炎であるとかベネフィットがより明らかなものっていうのは積極的に接種したりします。臨床試験でですね、検討された 95% っていうのが出てくるじゃないですか。あの数字はどう見ればいいのかという話なんですが、あのファイザーワクチンの 95% という数字はですね、発症予防効果のことだそうです。感染予防効果、発症予防効果、重症化予防効果というふうに効果を分類しているようですね。そもそも感染予防効果ってわかるのかよと思ってしまいますね。関連のある変数が多すぎますよね。例えば接触なのか飛沫なのか、このミクロのやつを随時観察することは不可能だから、感染予防効果を測るってめちゃくちゃ難しい。話を戻してですね、 95% の感染予防効果、有効率とか言ったりしますね。この 95% の人が効果があったということじゃないんですよね。これね、臨床するときにですね、ワクチンですよって嘘ついて食塩水みたいなのが入ったやつを接種した人と、本物のワクチンを接種した人と合計でね、2000人用意して偽薬を打った人、接種しなかった人に対してですね、どのくらい減ったかを数値化したものなんですね。要するに接種しなかった人を基準にして接種した人とどの程度差が生まれたかというパーセンテージになりますね。この 95% というのは従来のワクチンにはなかったんですね。極めて高いスコアなんですね。このメッセンジャー RNA ワクチンが新型コロナウイルスにより特異的に効果を発揮するというメカニズムの成果だというふうに思われます。おそらくですが、これだけの効果があってもですね、本来なら私接種に行かないでしょうね。同じ理由で今回社会的活動が行いやすくなるというベネフィットがありますね。新しいテクノロジーを体験してみたいという興味もあります。さらには無料ですしね。とはいえですね、そもそも予防接種は任意です。当然ですね、法律で打ってくださいって定められればですね、ベネフィットに関係なく打ちに行くと思います。そもそも私がワクチンの接種に対してですね、打つべきであるとか打たざるべきである、そういうことをですね、発言できる立場にそもそもありませんし、こういうものっていうのは飛行機で移動するのか新幹線で移動するのかを論じているのとほぼ同じことなんですね。このワクチンに関して言えば、もちろんこの後お話しするワクチンのリスクについてはですね、積極的に注視する必要があると思いますし、関心を持つべきであるというふうに思います。国策としてですね、国民のリスクと国民のベネフィットを鑑みてワクチンの接種を推奨しているというのは容易に理解できますね。経済活動が活発になりますからね。したがってですね、国がワクチン接種のキャンペーンを行うのも当然ですし、それは国が機能している証でもあります。ただ私たちが気をつけておきたいのはですね、国がですね、恐怖とか圧力などをうまく誘導したりしてないかっていうところですね。そうでなくてもですね、マスコミによってですね、あからさまに恐怖感っていうのは増強されてますし、身の回りでも多くの同調圧力っていうのはありますからね。日々流れてくる情報っていうのは億単位の人口のスケールで論じるものがほとんどですね。同時にウイルスが活動するスケールっていうのも想像を絶するスケールの数なんですね。私たちの頭っていうのはですね、感覚的にそういうスケールの理解できるようにできていませんから、できるだけね、印象による判断になっていないかっていうのは心配するべきでしょうということですね。ワクチンのリスクについて、今までのワクチンというのは実際に存在する敵となるウイルスをですね、培養してホルマリンみたいなものにつけて不活性化する死骸のようなものにしてそれを打ちます。したがって皮下注射とはいえですね、血中にウイルスが入ってきます。免疫システムからすれば外敵なわけですから、当然抗体反応が起こって熱が出たり倦怠感が起こったりしますね。
中にはですね、アナフィラキシーショックと呼ばれる異常な抗体反応が起こってですね、自分の抗体が自分をどんどん攻撃してしまうような状態になってしまうこともあります。高齢者においてはですね、そもそも免疫システムそのものが貧弱なので、機械的防壁、化学的防壁がかなり弱まってる、ほぼないに等しいんで、免疫細胞の抗体反応に頼る状況になってるんですね。したがってですね、高齢者ほどワクチン接種っていうのは最もベネフィットがあるはずなんですね。メッセンジャー RNA ワクチンにおいてはですね、筋肉注射によって打たれた付近の筋肉細胞の一部がですね、疑似的な新型コロナウイルスのように変化しますから、当然ね、その付近の筋肉細胞が免疫システムによって攻撃をされて熱を持つし痛みを感じることになります。このあたりがね、副反応といわれる部分ですね。細胞に届けられたメッセンジャー RNA は論理的に考えてですね、ほぼ間違いなく体に残ることはないでしょう。ずっと残り続ける合理的な理由がありませんから。もちろん変異したり免疫システムによって細胞が破壊されなかったということもあるかもしれない。様々なイレギュラーによってですね、可能性がないわけじゃないというふうに思います。少なくとも数年後までの治験っていうのが行われていないのは間違いないんで、怖さが残るっていうのは事実です。とはいえですね、プロセスを省いてるわけじゃないんですよ、これ。それは大量のお金が入って、大量な人的リソースが入って、相当急いだということなんですね。ただ、これも間違いないことなんですよ。数年後の治験というのは物理的に無理だから。どちらかというとですね、このワクチンは元々ある細胞を疑似的なウイルスにしてしまうようなワクチンなので、疑似的なウイルスに変容してしまった細胞が破壊されることになりますね。なので、多くの重要な細胞が欠損してしまうということは間違いありませんね。したがって、これから補われていかない類の細胞を失う怖さっていうのはあります。と言いつつですね、体の細胞っていうのは、これもスケールの問題で、とんでもない数存在するんです。ただその程度の欠損で健康に被害が及ぶっていうことは、まあ基本的にはないのかなというふうには考えてますね。で、あとね、染色体、まあ、要するに我々が持つ DNA に組み込まれちゃったらどうするのみたいな。メッセンジャー RNA ワクチン以外にですね、ベクターワクチンとレプリコワクチンと他の種類のやつがあるんですけど、ベクターワクチンっていうのはいわゆる DNA ワクチンというやつで、レプリコワクチンっていうのは複製能力のあるメッセンジャー RNA を使ったワクチンなんですけどね。基本的にですね、人の細胞内っていうのは RNA を DNA に変換する能力ってないんですよ。なのでメッセンジャー RNA が本体の DNA に組み込まれること自体は理論上ありえません。メッセンジャー RNA ワクチンと比べるとベクターワクチンとかレプリコワクチンっていうのはリスクを考えてしまいますね。あとね、耐性ウイルスができちゃうんじゃないのっていう、これもですね、当たり前の話ではあるんですが、その可能性は当然あるでしょう。ワクチンがあろうがなかろうがですね、様々な変異種が生まれるのが RNA 型ウイルスの特徴なんでですね、したがって DNA ウイルスのようにですね、完全にそのウイルスを撲滅させることは難しいというふうに思いますね。あとね、いろんな添加物が入ってて、いや今回のやつには入ってないと思うんですけど、そういう話もあるんですが、スケールの問題を取り違えてしまうんですよね。少し昔はですね、様々な公害とか薬害がありましたね。それをそのままにしているわけではなくてですね、当然ほとんどの場合それによって厳しい基準が設けられ続けてきたわけですよ。それに漏れず、ワクチンにおいてもですね、添加物に対する安全性っていうのは極めて厳しいものになっています。医学っていうのはまだまだ道半ばではあるとは思いますけども、同時にですね、少し前とも全く違うということは確かなんですね。このメッセンジャー RNA ワクチンにおいては、動物実験としては10年以上、研究は20年ということを考えると、治験を度外して無理やり進めているという感じではないような気がします。もちろん中長期的なリスクについては考えておかなければいけませんけどね。歩んできた道がそれを裏付けるというふうに思います。今あるリスクは文明以前のリスクとは比べ物にならないほど安全であることは事実ですよね。メッセンジャー RNA ワクチンの可能性について、遺伝情報はですね、 DNA からメッセンジャー RNA、 そしてタンパク質を生成、この順で伝達されています。設計図から転写されて、そして翻訳されてタンパク質、こういう順に伝達されています。フランシス・クリックっていう方がですね、1958年に提唱した概念、セントラルドグマ。この概念はですね、細菌から人まで、原核生物、真核生物、両方に共通する基本原理だというふうにされたんですね。セントラルというのは、中心ですね。ドグマというのは、宗教における教義のことで、セントラルドグマは、分子生物学の中心原理と、または生物学の中心教義と呼ばれることがあるということなんですね。このシステムの根幹を担うのが転写する装置であるメッセンジャー RNA なんですね。このメッセンジャー RNA をハックしてですね、コントロールしようというのが今回の新型ワクチンのすごいところなんですね。細かいところを抜きに言うとですね、
生命の基本原理に介入するテクノロジーであるわけですから、さまざまな問題を同時に解決してしまうパワーがあります。もちろんその裏返しにですね、危険に満ち溢れたテクノロジーでもありますね。この技術を最初から積極利用するっていうのは人の道に外れそうであるし、容認しない内容であるというふうに思います。しかしですね、世の中には必要とする人っていうのはたくさん存在します。がんとかね、不治の病に苦しんでいる人にとってはですね、不可能が可能になる希望に満ちたテクノロジーなんですね。解釈は様々あるでしょうけど、ゲノム編集した結果と同じ効果が得られるのではないかというふうに私は思っています。遺伝子そのものを直接変化させることはとても危険なことですよね。しかし、その媒介機能であるメッセンジャー RNA をコントロールすれば、遺伝情報にない機能をジャストインタイムに装備することができます。これは人類が取ることのできる選択肢としてはですね、大変有効な手段だと感じざるを得ません。これまで人類はテクノロジーのコントロールに失敗し、様々な問題を引き起こしてきた歴史がありますが、失敗か成功か、成果というのはこの2つでは表せないと思います。常に先を予測し、新しいことに取り組む姿勢があってこそ、私たちは過去を顧みることができるのだと思います。